この動画はお下品です。特にお食事中の方、見ないことをお勧めいたします。自殺行為です。以上のことを踏まえ、了解した上でご視聴ください。はい、アニョッス。またアホそうなゲーム始まりました。ゲーム説明。まず、次々と出される料理を食べていきます。この時点で嫌な予感。そしてこちらが満腹メーター。ただいま4ですので、4発発射できます。おい、何を発射するんだ。もちろんうんこです。何の位置おかしいだろ。それな、何ですのでお丸にしとんじゃ。そして食べるタイミングも重要。遅からず早からず、ちょうどよからず。じゃあどのタイミングだよ。おし、それではメインイベントです。はい、チリが出てきました。まずはセンターの彼から。めっちゃ飛んだー。飛行うんこでございます。は、鼻にもろ。おっと、華麗にかわされてしまった。しっかり狙いを定めて、ナイスうんこ。ナイスショット、みたいに言うんじゃない。方向だけでなく飛距離も考えねば。届いてないぞー。実は最初、上に発射イコール遠くに飛ぶかと思ってたら、全くの逆だった。だからことごとく外してるのな。ってことで再チャレンジ。今度はお料理食べるタイミングもバッチリだぜ。今気づいたけど、このクマの被り物かわいい。今さらかい。タイミングよく召し上がると、満腹メーターもすぐ溜まるのだ。今度は5人以上に当てるぜ。最低でも10うんこは確保せねば。なんかちょいちょい不思議な食べ物出るな。私さっきから半分以上把握できてないわ。これは肉まん。そしてドーナッツ。おし、準備はできた。おいダンサー、のんきに後ろ向いてる場合じゃないぞ。でもこっち向いたら向いたで悲劇が。避けてー。お、豊姫の願いが通じた。ふふふ、甘いぜ。今度は霊夢の番よ。ナイスうんこ、すっげーぶっ飛んでた。うん、まあ突然あんなん飛んできたら、パニックになるよな。はい、4人目。5人目は主が仕留める。いいぞいいぞ、敏腕うんこスナイパー、ちっともかっこよくない。あらら、頭下げて自分から当たりに行っちゃったよ。残り2発。ミスった。かわいそうに。見事に顔面ど真ん中に乗っております。今のステージは中国だったから。お次は花の都パリ。花な、どんな都だよ。パリでも大暴れ。お、メニューもフレンチになってるのね。なんじゃこりゃ。エスカルゴじゃない？豊姫、それだ。一瞬うんこ出てきたかと思った。うんうん、ミープ。さあデミージョップ、たくさんお食べなさい。名前。マカロンの大行列。少々早送りさせていただきます。うんうん、順調順調。なんかマカロン食べたくなってきた。それじゃ、レッツうんこ。記念に1枚。全然めでたくねえ。もう方向、飛距離、感覚はつかんだ。同じく、主ちゃん、ここは全員倒すわよ。承知した。あ、ちゃんと生きてるので安心してください。押し残り4人。あら、ここでうんこ切れ。玉切れ的な。以上、おげひん動画でした。皆様、今回もご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけましたか？恥ずかしいから見ないで。もしよろしければ、動画アップの励みとなります。チャンネル登録や高評価お願いします。じゃあまた次の動画で。